問題。高級な靴のブランドフェラガモはどこの国？どこの何？国？トリッキーな国？三、二、一。はい、イタリアです。はい、はい、ということで、吹田、豊中、箕面に3つのキャンパスを持つ国立大学の中で現在学部。国立大学の方にある。5、4、あ、ちょっと待って、逆に2、1。はい、オープンです。はい、正解は大阪大学。問題。物理学における重要な法則、エネルギー保存の法則は熱力学の第何法則に当たるでしょう。はい、スルーになりますので皆さん書いてください。さあ、いくつまであるでしょうか。どうなの。第何法則に当たるのか。はい、どうぞ。正解は第一法則。問題。東京都が定める都の木はイチョウですが、都の花は何でしょう。正解はソメイヨシノです。問題。アジアの中で赤道が国土を通っている唯一の国。アジア通ってないよ。アジアの中で5、4、3、2、1。はい、オープンです。正解はインドネシア。アジア通ってるんでしょ。問題。仕掛け人となるはずの人物が実はターゲットとなっている。よいしょ。これは芸人は分かるでしょ。はい、そうです。はい、逆ドッキリ。問題。現在使われている2000円札に描かれている沖縄を。なんだっけ、あれ言ったよ。はい、どうぞ。はい、シュレーモン。シュレーモンなの。首里城は。首里城ではない。